はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日の動画は外撮りでございますので、オープニングは普通ですというのも、以前からお世話になっている歩さんの新店が金沢八景駅にできまして、僕もね、行って参りました。本店とはね、スープも麺がまた違うってことで、もうすごい楽しみだったんですよ。でもね、あのトッピングをおすすめでお願いしたら、めちゃめちゃ野菜が来ました一応今回は麺がね、茹で前で 1.2kg、まあいつもに比べるとね、半分ぐらいの注文で、スッとね、美味しかったって言って帰ろうと思ったんですけど、想像以上にね、お腹いっぱいになりましたってことで、早速動画の方に移りたいと思いますんで、楽しんでご視聴ください。今回トッピングは全てお任せでお願いしたんですが、これね、見ての通り予想外の野菜量だったんですよ。めちゃめちゃ多かったんで、ぶっちゃけちょっと顎がね、疲れてしまいましたが、シャキシャキの食感がラーメンと合っていて、素晴らしいトッピングでございました。スープも麺も本店とは違い、こちらのスープは醤油が生きた微乳化スープになっていまして、二郎系なのにグイグイ飲める軽いけど満足感のあるものに仕上がっております。またこの麺が最高でして、本店とはちょっと違って、細くてね、高水のもちもちとした食感の麺なんですが、これがね、微乳化のさっぱりとしたスープにめちゃくちゃ合うんですよ。ストレートなんですが、スープをしっかり吸い上げてくれて、ラーメンとしてこの一杯をしっかりとまとめ上げてくれる自家製麺になっております。で、重要なのがこの味付き油、これがまたうまい。油がスープに混ざることによって、軽めのスープがね、ワンアクセントつくんですよ。油なんですが、お肉の食感もしっかりと残っていて、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいトッピングです。
元気ないじゃないですか。あ、はい。こちらの魚粉はカツオがメインとなっておりまして、苦味やえぐみの少ない食べやすいものとなっております。豚魚のスープになることによって旨味の濃度が上がるんですが、不思議とより食べやすいスープに変化するので、豚が重くなってきたなと感じた後半にかけるとまた食欲が湧いて箸が進んじゃうおすすめのトッピングです。この麺、つけ麺にしても またうまそうですね。この麺だと無限に食えるんじゃない。
はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。いつもお世話になっているあゆむさんの新店金沢八景店、麺もスープも本店とはまた違う良さがあり、また改めて汁なしやつけ麺も食べたくなってしまう、そんなうまい一杯でございました。人気店でお客様もひっきりなしに入っておりますが、開店も早く入りやすいお店ですので、気になった方はぜひ食べに行ってみてはいかがでしょうか。ということで本日もごちそうさまでした。